期待とは、中国及び、中国の一部の地域を指して使用する言葉である。10世紀に、中国北部に、領を建国した喫炭に由来する。1025年の領の支配領域イラン系の言語、チュルク系の言語において、期待あるいは、課題から派生した言語は中国、もしくは、中国の一部の地域を指して使用される。中央アジアでは期待。 それが添加した課題という言葉が指す対象は、キッタンの国家である量に限定されず、中国全体を指す言葉となった。千年頃に、ウイグル文字で書かれたマニ教徒の文書の中でキャサイという単語が確認できる。ウイグル文字での出現から時間を置かず、キタイという単語は、中央アジアのイスラム教徒の間で知られるようになった。年に、アフガニスタンのガズナーサの宮廷に、 寮の施設が訪れた際、死者は、カターの支配者である、カター藩の使いと名乗った。施設の到来から数十年後に完成したビールーニー、ガルディーズ E の著作で、カター、あるいは、キ、ターという単語が使用されている。セルジューク朝の最初、ニザームルムルクは、著書、統治の書の中で来たとシナについて述べ、二つを、別個の独立した国として扱っている。 12世紀初頭に中国の北方で起こった女神族の金が領にとって変わった後も、期待という言葉はイスラーム世界で生き残った。ペルシア語の歴史書では1234年のモンゴル帝国による金の征服について、ヒター国もしくは女神のヒター国の征服として説明され、モンゴルの宮廷で成立した歴史書、現朝筆史では、期待と、 から機体の両方について述べられている。また、モンゴル帝国期には機体が中国を示す地域だという認識がヨーロッパ世界にも広まった。プラノカルピに、アンドルー修道士、ウィリアム・ルブルック、マルコ・ポーロ、ジョバンニダ・モンテコルビーの、オドリコラ13世紀から14世紀にかけて、東、アジアを訪れたヨーロッパの人間の記録では、型、旗、硬い、 機体が中国を指す言葉として使われている。16世紀末にオルテリウスによって作成された東アジアの地図。シナとカタイが横に並ぶモンゴル帝国の崩壊後、ヨーロッパに中国から直接もたらされる情報が途絶した後、機体が中国を示す地域という認識は薄れ、マルコ・ポーロが記したような幻想的な土地のイメージが一人歩きを始める。マルコ・ポーロが表した。 東方圏文録はヨーロッパの地理学に強い影響を与え、16世紀にゲラルドス、メルカトル、アブラハム・オルテリウスによって作成された地図には現実の中国であるシナとマルコ・ポーロが伝えた課題国が並存していた。メルカトルは東方圏文録に課題国の南の国として記されている万字国を実在の中国と同一視し、シナと課題を 別々の国に分けるメルカトルの考えは更新の学者に受け継がれた。万事はモンゴルが固いより南の地域に万シという字を当てた別称。16世紀の西洋地図では固いと共に使われている。1601年にイエズス海史のマテオリッチが民の万礼規定からキリスト教教会建設の許可を得た後、中国を訪れるイエズス海史の数が増加し、 中国の情報が現地を直接見分した彼らを通してヨーロッパにもたらされるようになる。マテオリッチは自身が訪れたシナの地がマルコポーロらが記した課題と同一の土地であると報告したが課題に対する認識はすぐには変化しなかった。ゴアのイエズス会では過去の旅行者地が訪れた課題とマテオリッチの訪れた土地が同じ場所であるか議論が交わされ、 真偽を確かめるためにベネディクトでエスが派遣された。1654年にフランスのニコラ・サンソンが作成した北アジアの地図。1664年にピエール・ディバルが作成した地図にも課い国が存在していたが、1669年にサンソンが作成した地図からは課い国が消え、朝鮮の北に女神が記された。 パリで発行された1703年付のニコラド、フェールの地図では中国は南北に二分され、郊外沿岸部は、河台地方、河南地方は、万事地方と記され、地図上に実在しない、河台国が現れる問題は解決される。東トルキスタンでは、中国、中国に存在する国家を指す言葉としては、チーンの方が通用し、清子以降ウイグル族などのトルク系民族はもっぱら。 ヒタアイを、漢族、満州族を指す言葉として使用している。中国においてヒタアイは、差別的な意味を含む言葉とみなされ、公式には採用されていない。ロシア語、ソビエート連邦圏に含まれる地域で使われる、トゥールク系の言語では、中国は、期待、苦待と呼ばれる。英語では、キャセイとなり、香港に拠点を置く、キャセイパシフィック航空の社名はこの言葉に由来する。 ありがとうございます。